世界の平和、いいことですね。これには各国の議員さんが集まって話し合うのが一番いいと、こういうわけですが、この議員さんの集まりが列国議会同盟というんです。さてこの列国議会同盟会議が初めて東京で開かれたのが昭和35年の今日でした。ちょうど日本の議会制度が発足して70年目に当たってたそうで、参議院本会議場には東から西から49の国の代表が集まりました。天皇皇后両陛下もお揃いでご出席になりました。まず会議のスタートは天皇陛下のご挨拶から。私は今回の会議が同盟他人の歴史と伝統にのっとり、各国議会議員間の接触を深め、議会制度の発展と国際間の協力を推進し、もって世界の平和と繁栄に寄与することを切に望みます。続いて各国代表の討論に入りましたが、折から話し合いがうまくいかないで困っていた核戦争を回避する方法などについていろいろ話し合っていました。日本では3ヶ月前の安保騒ぎで議員さんたちは大変神妙だったようです。さて10月1日には天皇陛下がご招待の園遊会が皇居で行われました。ホスト役の天皇陛下も一生懸命のご様子。この列国議会同盟会議は10月7日まで9日間もいろいろ討論を行いましたが、世界平和のために東西両陣営の首脳会議を開いてもらいたいなど5つの決議をしたそうですが、まさに議会人のオリンピックというところでしたね。でも本当にこういう会議をどんどん開いて、地球の上から戦争をなくしてもらいたいもんですね。